いほのものです。はい、ということで今回はですね、私に対する偏見をインスタグラムでたくさん募集したので、そちらを答えていこうと思います。主に TikTok なんですけど、多分結構、この人何々そうだよねとか言われることが多くって、多分みんな私に対する偏見たくさんあるのかなと思って、インスタグラムで募集したところですね、たくさんの偏見をいただけたので、そちらを皆さんにシェアしていこうと思います。はい、では早速やっていこうと思います。やっぱ、他人に対する偏見って誰にでもあると思うの。まあうちはさ、お姉ちゃん家族だからさないけど、やっぱのえのんに対する偏見もあると思うよ。のえのんちゃん実は、なんかずっとスマホいじってそうとか、ずっと寝てそうとか、そういう偏見って絶対あると思うのね。で、自分も他人に対する偏見ってめちゃくちゃあるし、で、実際にね、会ってみたり、喋ってみたりで、あ、この人こういう人なんだって分かることが多いんですけども、やっぱね、第一印象って、印象って大体偏見だと思うの。私もね、中学の時に、まだ入りたてで、全然話したことなかった子に、仲良くなった時にね、私の第一印象なんだったって聞いた時に、なんかヤバそうなやつだと思ったとか、言われたことがあるので、やっぱ偏見って誰しもあるなと思って、今回は私ほのぼのに対する偏見をねたくさん募集したので皆さんに共有していきます。それでは早速偏見スタートー。まず一つ目、お風呂めっちゃ入ってそう。これはマジで違うしんどい、違うとか言ってね。めっちゃ入ってそうはない。1日に1回しか入らないんですけども、でも入る時間は超長いです。なんか後の人がいなかったら全然2時間とか余裕で入れちゃうタイプの女です。でもサウナは嫌いです。はい、続いて寝起き悪そう。いや、これは寝起き悪いです。はい、もうね、私寝起きに人に話しかけられるのがすごく苦手なんですよ。てか多分話しかけてもらっても別にいいんだけど、めっちゃ態度悪くなっちゃう。すごいね、朝ってイラつくんですよ、自分。寝起きマジで悪い。機嫌も悪ければマジで起きない。本当になんか大事な日とか、もう学校でさえギリッギリに毎回起きて、ギリッギリに家出て、ギリッギリに学校着くみたいなことがもう毎日エブリデイって感じです。次、毎日メイクがコロコロ変わってそう。これに関してはマジで毎日メイクコロコロ変わってます。自分的に毎日メイクでーすって紹介するじゃないですか、皆さんに。そしたらメイク変わります。はい、なんかこれはもうよくわからないんだけど、自分がメイクしたのをみんなに紹介した後に動画編集をするんですよ。そしたらなんかもっとこうした方がいいんじゃねみたいな改善策をね編集しながら考えてるんです。そしたらなんかまた毎日メイクが変わってるっていう感じですね。なんか今はそんなに毎日メイクが変わるっていうか、なんか1個前のメイクに戻したりまた戻したりとか、そういう変えるっていうのはあるけど、昔はマジで毎日メイクが変わってた。赤系メイクしたり、ブラウン系メイクしたり、ピンク系メイクしたりみたいな感じで、本当に毎日メイクコロコロ変わってました。ちなみに今の毎日メイクはこんな感じです。カラコンもねナチュラルにして、アイメイクもナチュラルにしてみました。髪の毛が落ち着いたっていうのもあって、結構ねナチュラル系で盛れる女になりたいなと思ったので、とりあえず自分の顔をどんどん磨いていこうかなって思ってます。次、年上好きそう。これはもう見た瞬間になんで分かったのって思っちゃった。自分は年下よりも年上が好きです。はい。もうこれはマジでそう。だから恋愛対象も年下でもいいんだけど、なんか年下だと自分めっちゃ気使っちゃうっていうか、なんか今まで別に男女関係なしに年上の人と仲良くすることの方がめちゃくちゃ多かったんですよ。それこそ中学とか小学校の時は先輩とずっといたりとか、そういうのが多かったせいかわからないんですけど、自分は年上が好きですね。はい。同級生も全然好きなんですけど、年上の方が好きになります。はい。次、YouTube やってなかったらコンカフェで働きそう。いや、これはね、そうだね。自分、今でもコンカフェやりたいなと思ってるんだけど、コンカフェですね、16で働けるところあるんですよ。そこを自分普通に好きだった女の子が、そこで働いてて、で、行きたいなってずっと思ってたんですけど、で、そこで働きたいなとも思ってたんだけど、なので、コンカフェいつか働きたいなって考えてはいるけど、なんか、働くっていうより、なんかみんなと会える場を増やすっていうので、なんかその生誕の時にゲストで出勤しますよとか、そういうのだったらありかなって自分の中で考えてて、それこそ20歳になったら自分お酒が飲めるようになるんですよ。で、まだお酒飲めなくって、コンカフェって別にお酒を飲むバーっていうわけではなくって、こうお客さんと話して飲み物もらったり、チェキ取ったりみたいな感じのイメージが自分の中であるので、ソフトドリンクも置いてあるから、お酒だけを飲む場所ってわけじゃないんだけど、20歳になった時にコンカフェのゲストでお酒を飲むっていうののを自分やってみたくって、なんかホテルで自分のオリシャン作って飲むみたいなのもありかなと思ったんだけど、多分なんか20歳ってさ、すごい自分の中で大事な日だなっていう風に思ってて、成人したら結構やれることって増えるじゃないですか。今18歳がもう成人になっちゃってるんですけど、まあ、前まではね20歳が成人っていうので、成人になったらタバコも吸えるし、お酒も飲めるし、クレジットカードとかも作れるしとか、選挙もできるしとか、そういう感じだったんですよ。だからなんか20歳ってすごい一旦人生の第一章終了みたいなイメージがあるんですよ。なんか10歳と20歳とみたいな感じ、2分の1とみたいな感じだったんだけど、だからコンカフェでしっかり働きますっていう感じの予定は今のところないけど、ゲストで出勤してみたいなっていう気持ちはある。だから死ぬまでに1回はコンカフェ働きたいなって考えてます。次、メイクの出来で性格変わりそう。これは性格は変わるっちゃ変わるけど、そんなに変わらないです。清楚メイクにしたから自分が清楚になるってわけでもないです。でも鏡とか動画とかこうやって自分がね見える場所だとちょっと変わります。はい、次、一日中ベッドの上とか意外とありそう。いや、これは意外とじゃなくって、もう結構エブリデイそうですね。本当に自分なんかね、いつかな、最近もそうなんだけど、本当になんか何もやりたくない時が多すぎて、なんかやらないといけないって分かってるし、やることもあるのに、なんか体が動かなくって、一生ベッドの上みたいな、夜ご飯までずっと一生ベッドの上みたいな。だから土曜日とか日曜日は基本ベッドの上で生活することが本当に多いで、なんかすごくやる気がある時は編集をしたりするんだけど、それこそ今日土曜日なんだけど、朝14時ぐらいに起きるんですよ。でそっから、リビング行ってご飯食べて、またベッド戻って、で撮影してって感じですね。なんで一日中ベッドの上とかは全然あります。じゃあ続いて、ずっとオールしてそう。これはね多分みんな思ってると思う。なんか Twitter のツイートの時間とか、あとは TikTok のいいねの時間とか、コメントしてる時間とか見ていただいたら分かると思うんですけど、この3時とか4時とか全然普通にあるんですよ。なんで、ずっとオールしてそうっていうのは間違ってないけど、その分、自分オールの意味よく分かってないんだけど、日が出たらもうオールなのかな、よく分かってないんですけど、朝に寝るみたいなことはよくあります。はい、次、彼氏の好みに変身しそう。いや、これは本当にすごいなと思って、なんか占い師かなんかですかみたいな、ちょっと思っちゃったんですけど、自分マジでなんか好きな人の好みになりたいタイプなんですよ。なんかやっぱさ、世の中にはさ、自分を貫き通す人とその相手に合わせる人っているじゃないですか。私は相手に合わせるタイプなんですよ。なんで彼氏とかできたり好きな人ができたら、その人の好みになります。ロングが好きだよって言われたらロングにするし、ボブが好きだよって言われたらボブにするし、服装こういうのが好きだよって言われたらそういうのにするしっていうので、自分は好きな人とか彼氏ができたらその人の好みに変身してしまいます。イエーイ。次、陰キャ層。これはあながち間違ってない。自分なんか高校入ってからやっぱさ、小学校中学校ってさ、小学校の場合ってさ、やっぱ心もさ体も幼いじゃないですか。だからもう何も気にせず発言できるし、何も気にせず楽しめるっていうのがあって、もう本当に陽キャの部類ではあったの。自分で言うのもなんだけど中学入って、中学でギリ陰と陽の間にいたみたいな感じだった。なんか日によって陰キャにもなるし、日によって陽キャにもなるみたいな、なんか結構日によって変わるみたいな感じの人間だったのね。やっぱさ、中学になるとさ、もう人間関係めんどくさかったりするじゃないですか。でもやっぱ中学は小学校同じ人とかも結構多いし、ほとんどねそんな人ばっかりだったから、そんな陰キャっぽい感じではなかったと思うんだけど、高校入ってから中学の時の友達とか小学校の時の友達と同じ高校じゃないから、多分みんな結構そんな感じなんだけど、だからもうなんか自分から話しかけに行くのが苦手すぎて、なんか前まではほんと自分から話しかけるの好きだし、すごい友達好きっていう感じだったんだけど、なんか中学の終わりくらいにちょっと人のことを考えすぎるっていうか、なんだろう、この人何を持ってんだろうとか、そういうのを考えすぎて、一回人と関わりたくないなっていう時期があったんですよ。そう。でか、なんて言ったらいいんだろう。これさ、自分のすごい偏見なんだけど、これ。自分も偏見持つからさ、もちろんね、人間だから。自分の偏見なんだけど、多分他の動画でもやったことあると思うんだけど、女子といるよりも男子といる時の方が楽だっていう話をね、多分前になんかの動画でしたと思うのね。で、本当にその通りで、なんか自分も女子だから、自分すごいめんどくさいことしてるなっていうのすごく分かったりするんですよ。で、女子ってやっぱさ、めんどくさい生き物じゃないですか。もう男子からは女子って怖いねって言われたり、ほんとめんどくさいねって言われたりすること多いんですけど、やっぱさ、こう自分も女子だけど女子と関わるのがちょっと一時期苦手だなって思ってた時期があって、でそこでなんか壁ができちゃって、人との壁ない人ももちろんいるんだけど、もともと壁なかった人も壁があるようになっちゃって、自分が壁作っちゃって、でそっからなんか人と関わるのがすごく苦手だなってなって、初対面の人と会うっていうのをまず苦手だし、自分から話しかけに行くっていうのもすごく苦手になって、だから高校では結構陰キャ寄りの陽キャです。はい、だから友達が話しかけに来てくれた場合はすごいその友達と話すし、一日その友達といるっていうことが多いんだけど、マジで話しかけられなかったら陰キャです。イコール、人がいないといけない人っていうことでございますね。ということで陰キャ層っていうのはあながち間違ってないです。次、部屋綺麗な状態より汚い状態の方が好きそう。まあ、どちらかといえば綺麗の方が好きなんですけど、でも常に汚い状態なんですよ。ってことは多分自分も汚い状態の方が好きなんだと思います。なんか綺麗すぎても、なんだろう、心が落ち着かないっていうか、汚い方が心が落ち着くなっていう感じがあるので、じゃなくなっちゃってるけど、最近はね、部屋の片付けっていうか、身の回り、なんか作業するところは綺麗にしようっていう風に意識してて、頑張って綺麗にしてます。次、めっちゃ厚底で足ぐきしてそう。これはもう大正解。私バブルス13センチを持ってて、13センチよく履いてるんですけど、もうね、段差とかのところではよく足ぐきしてます。で、足ぐきしすぎてもうなんか足ぐきが癖になってるっていうか、逆に楽しくなっちゃって、わざとやるとかはないんだけど、足ぐきの状態でなんか信号を待つとか、そういうのを最近やっちゃってます。次、付き合ったらとことん尽くしてそう。いや、なんか尽くすって何？ごめん。尽くすって何かちょっとわからないけど、でもその人のためなら自分多分何でもできると思います。次、昼夜逆転。はい、これはもう大正解。ただいま撮影してる時間2時12分でございます。ここからまたお風呂入って編集して、で、まあ朝ぐらいになったら寝るみたいな活動をですね、ずーっと繰り返してるんです。でも学校ある日は絶対学校行かないといけないから頑張って朝起きるんだけど、やっぱね、辛い。授業中で全然寝ちゃうもんと思って、なのでやっぱ昼夜逆転はしてます。だけど昼夜逆転をもう一回逆転させて、夜中逆転ですね。はい、ちょっと何言ってるかわからないんですけど、昼夜逆転を逆転させて普通のね、生活に戻れるように頑張ろうと思います。なんで今日は一日中ずっと起きといて、で11時とか12時ぐらいに寝て、また明日の朝7時とか8時ぐらいに起きるっていう生活ができたらなって毎回、昼夜逆転したら言ってるんですけども、全然成功されず、ずっと昼夜逆転のままです。はい、次いきます。風呂長そう。いや、これはもう大正解。本当にお風呂長いです。よく後ろにね、マジで「ちょ長い、早く出て」って言われることがめちゃくちゃ多いので、基本的にお風呂入るってなったら自分は一番最後にね、入るようにしてます。次、変顔できなさそう。これはできます、私。でも最近変顔しすぎてやばいなと思ってきてるから、変顔を一回ね、休止させようかなって考えてるんですけど、 TikTok とかさ、変顔してないのよ、私。説明欄とかにも書いてあるんだけど、 TikTok はぶりっ子でってなってるので、たくさんぶりっ子してるんですけど、昔のね YouTube とか見ていただいたら、ほとんど変顔しかしてないし、なんならサムネも変顔しかしてないみたいな時期あったんですよ。ということで変顔していこうと思います。いきますよ。あ、恥ずかしい。なんか久しぶりにするし、これを自分で編集するのがすごく嫌なんですけど、いきます。あ、どうでしょうか。これは拡散しないでください。本当にお願いします。マジで嫌だ変顔する、全然する。なんならプリクラでこういうっていう変顔はしないタイプ、ガチ変顔をするタイプです。はい、次、束縛強そう。これは自分は束縛はしない派です。はい、なんかこれトラウマがあって、自分超好きな人がいて、これ多分誰にも話したことない話だから、皆さんに今回恋愛系のね、初公開をするんですけど、自分超好きな人がいて、めっちゃ嫉妬しちゃうタイプなんですよ。で、自分だけを見てほしいってなって、他の女の子と喋んないでほしいとか、本当に嫌だみたいな感じのことを言った時に、しつこいって言われて、それがすごく自分トラウマで、だからなんか相手になんか自分がやってほしくないこととかを言ったら嫌われるんじゃないかっていうのがすごく強くって、だから自分束縛とかは多分できないと思う。なんか相手が束縛してくれたら自分も束縛していいんだってなって、なんか相手がね、こう思ってることを正直に伝えてくれる人とかだったら、多分自分も心開いて、束縛まではいかないと思うけど、正直な気持ちとか、そうやってほしくないとか、そういうことを言えるかなって思うんだけど、まだそういう人に出会えてないので、自分はそのトラウマが一生残っていて、本当にだから束縛は強くないと思ってます。はい。でも束縛したいっていうか、よくわかんないですね、本当に。じゃあ次、ずっと鏡見てる。これ大正解。なんか自分、それこそ前まで机に鏡をずっと置いてたんですよ。で、なんか美人が気になりすぎて。で、鏡に映る自分ってさ、なんでっていうくらい可愛く映るじゃないですか。これ自分だけかもしれないんだけど、だから鏡に映る自分って、たとえどんな顔でもメイクしてればすごくよく映ると思ってて、だから鏡を机に置いてると、自分ずっと鏡を見て前髪いじってたりとか、そうなんか曲流しながら、TikTok の曲流しながら、鏡に向かって踊るみたいなことをよくしてるんですね。なので、ずっと鏡見てるのはマジで大正解。はい、ということで、以上になります。これよりもね、たくさんの偏見いただいたんですけども、さすがにね、全部は紹介しきれないということで、たくさんの偏見ありがとうございました。多分ね、この動画を見て、ノエの編集の時とかは、結構ね、こう、バスカットされてたりして、で、自分編集の時は、結構ね、一人で動画撮ってるっていうのもあって、自分さらけ出しちゃおうねーっていうマインドでやっているため、本当に、今までしたことないような話もね、したんですけど、ぜひね、こういう話もっとしてほしいよって思った人は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、私編集の動画で皆さんからの意見とか質問を共有していくよっていう動画をね、たくさん撮っていこうかなって思ってて、質問募集をね、これからもたくさんしていこうかなって思っているんですけども、私がね、質問募集するところがインスタグラムになっていて、こちらのアカウントのストーリーで質問とか偏見とか、皆さんの恋愛エピソードとか黒歴史エピソードとかたくさんね、これから聞いていって、で、自分もね、そういう度に自分の黒歴史とか恋愛のエピソードとかたくさんお話できたら嬉しいなと思っているので、皆さんぜひインスタフォローして参加してください。ということで、実はほのぼのちゃんこうだったんだと思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本当にたくさんの偏見ありがとうございました。ということで、また次回の番組でお会いしましょう。バイチャン。